こんにちは、元気なおじいです。今日はおじいの使ってる日立のテレビウーのリモコンの電源とかね、一部ボタンが反応がしなくなったので、これちょっとねメンテナンスしたいと思います。で、YouTube にね同じような現象で不具合でね修理してる人の動画があったんで、ちょっと真似してやってみたいと思います。まずはこれね、空張りになります。ここの裏のまず電池のケースのところを取り外して、これねパコンと取って、で電池は抜いていきます。でこの横側ね、ここちょうどね空張りがこうできる状態になっているので、ちょっとこうバチバチバチっと向いていきます。ちょっと今ねパコって割ってやりかけたんで、よいしょ、そこの途中のところからね進めたいと思います。とね、よいしょ、酔っ払いの収録じゃないよ、ちいすけさんよいしょ、ね、よいしょ、これがなかなかねちょっとこう硬いんでね、からよいしょっと爪を折らないようにしてね、てね、よっ、ね、よくファミコンのケースとかこう空張りしてよね、いろいろね、よっ、よっ、よっ、あ、ちょっと硬いな、ちょっと硬いな、ちょっとこう硬いところはこうマイナスのドライバー入れてね、よいしょ、よいしょ、うん、黒い粉大丈夫かな、変なとこやっちゃったかな、まあいいか、多少は、まあ多少はしょうがないね、どの道もリモコンがうまく効いてないからさ、よいしょ、うまく電源のオンオフできないからね、本体の横でオンオフやってるから、まあどの道ねダメ元って形でやってみましょう、よいしょ、おー、よいしょ、もうちょい、よいしょ、本当に本格的な空割りだねこれね、よし、ほう、なんとか割れずに、よいしょっと、はい、こうして取ることができました。で基板のね電源のところとかね、ここら辺多分接触これなんで、裏のところ、ああ、そうそう、ちょっとねパキパキ言い過ぎてたよね、うん、もう戻るか戻んないかはまあちょっと別として、ね、でちょっと待ってね、その動画の人が空張りした後どうしてるのかちょっと見たいんでね、空張りをして、この人慎重にやってるな、おじいよりも、で出しました、そしたらどこ拭くんだ、あ、かんちゃん、あ、ママ配信してる、 OK、 じゃあもうちょっとしたら顔出すね、ね、基板を見てクリーナーで、ほう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 、なるほど、ここのところの接触らしいです、ここら辺ね、はははあ、そういえばなんかちょっとこう盛り上がって、なんかここら辺ね、なんかほらちょっとこう汚れてるような気がするんで、そこをきれいにしろってことなんで、とりあえずこのとってもクリーナーを使って
クリーニングしたいと思います。よいしょ。悪い箇所いっぱい壊れた、うん、多分ね壊れたかもしれないけど基板は多分壊れてないと思う。はい、ではちょっとねとってもクリーナーを使って、よいしょ、ね、このよいしょ、この辺りね、ここら辺がねシュッ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 と拭きたいと思います。ゴムのカシがくっつくんだねきっとね。よいしょ、きれいきれい、とってもきれい。おいしょ、おいしょ。これでいいのかな、こんだけかな、たったの。おお、滑り滑らかになったよ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。一応元に戻しておくの、このバリのところもちょっときれいにしておこうかね。このゴムのところはいいのかな、これは1枚一体型なの、あ、一体型なんだ、これゴム、ね、ゴムの内側いいのかな、一応念のためにちょっとね、電源のところがね、ここがこうちょっとこう接触がここが悪くなってるんでね、これで直ってくれたら同じなんだけど、元戻るのかなこれ。バンチャでね、ちょっと待って、これがね拭いた後にまた戻すのかな、どうやって戻すんだろう、拭いた後に、あ、やっぱこっち側も綺麗にしてるな、ゴムのあたり、ね、ここら辺もよいしょよいしょってこう綺麗にしてます、この人の動画だと。よいしょ、こういうところね、ここら辺もまあ、そうだよね、こういう接触なんでね、こういうところ、よいしょ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 ね、うん、よいしょ、ここで OK かな、よし、拭いたぞ。これで元に戻せばいいんでしょ？多分。戻るのかな？お、よ。これをまたじゃあ、なんかあの、アロアルファかなんかでやんないと、あれなんじゃないの？あ、戻るのかな？お、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 あ、入った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 、戻ったよ、ほら綺麗に綺麗に戻ったよ、はまったはまった、パチンパチンって、なんかもうちょっとやばいなと思ったんだけど、こんなに綺麗に戻りました。へえ、綺麗に空割りできたよ。これどっから外すんだろうなと思って、ほらほら無傷、多少のプラスチックの粉は出ましたが全然大丈夫です、結果的に。へえ、じゃあこれであの一発で電源が入るかどうかちょっとこれ確認してみよう。なかなか反応悪くなっちゃってね。よし、じゃあちょっと待ってね、横でちょっとやってくるね。あの新品で買った時と全く一緒、もうピッて借り切っただけでパッてつくようになった、こんなに違うんだ、あのよみがえりました、よかった。これなんかもうこう引っ張ったりなんかこんななってやってたのをクワーってやって
ゴミかなーでこんななって引っ張ったんだけど、よかったな、ちぎんなくて戻りました。わーい、パチ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 、諦めなくてよかった。やっぱググってみるもんだね。YouTube にアップしてくれた人ありがとうね。日立ウーリモコン修理操作できないっていうタイトルです、ね、CH-BEBE チャンネルベイベイさんね。これね、2848アクセスあります。うわー、ありがとう。もうたったこんだけだったんだね。カチカチっとはめていきました。あ、本当だ。で元通りって、うん、ほんとまさしく見ながらやったらできました。みんなもね、リモコンの反応がね悪いなと思ったら分解して掃除しましょう。ほんとこんなに簡単に復活すると思わなかったね。よかった。じゃあリモコンの修理のおじいでした。お役に立つことを願って。おじいのこれも2万アクセスいくのかな。じゃあみんなで快適なリモコン生活を。じゃあね。